全日本選手権の2輪と4輪のですね、最高峰クラスが同時に楽しめる伝統のレース。1975年から始まりましたこのイベント、一時期開催がなかった時代もありましたけども、やはり春の鈴鹿といえばこの2輪と4輪の戦いです。さあ、まずは2輪の最高峰レース JSB 戦、今シーズンの4戦目レース2をお楽しみいただきたいと思います。この後ウォームアップラップに旅立っていきますので、さあライダーのみんなが前を通るときにですね、ぜひ旗を振ったり手を振ったりして気持ちを送ってくださいお客さん。さあウォームアップラップ今旅立っていきました。ウォームアップラップは4輪のフォーメーションラップと違って順位を入れ替えながらですね、自分のペースで走行することができます。我先に行ったのがゼッケン29番の岡本ですね。やっぱり狙ってるんじゃないですか彼ね。ウェットで、ウェット狙ってると思いますよ、気合十分ですね、まあ、彼はやっぱりルーキーでね、はい、失うものないですからね、行くしかないですよ。そっか、はい、いわゆるもうね、今シーズンまだ表彰台に上がったのは2回なんですけども、もう2回上がってること自体すごいんですが、すごいですよね、はい、ただね、優勝まだありませんので、やっぱりまずは勝つということですよね、はい、まあ、前回のね、茂木で本当ウェットで、ね、すごいトップ争いしましたからね、はい、いや本当このレース勝ちを狙っていると思いますよ、はい、そしてウォームアップこの先頭に立っているのはこの大きさ191センチの長身であります浜原総道です。浜原はもう積極的ですね、ウォームアップからね。本当にそうですよね、まあ、やはり、ね、このウォームアップでね、ウェットのコンディションのグリップをつかみたいんですよね、各ライダーちょっと早いペースで走ってどれぐらいのグリップがするかというのを感じ取りたいんですよね、だからある程度ちょっとペース上げたいと思うんですよ、はい、この2アンド4でドライのレースばっかりがずっと続いていたということで、北川さんもあれですか、ちょっとこの4輪のラバーが乗った状態のウェットってちょっと想像ができないですか、ちょっとあんまり経験ないかな、でもどうなんでしょうね、まあ、でも最初序盤数周走れば分かると思うんでね。あ、そうですか、はい、じゃあちょっと序盤はやっぱりもう本当に抑えめで、そうですね、まあ、やはりコンディションを、ね、確認しながらいかないとやっぱりリスクがありますから、だから最初の 2,3 周はですね、路面のコンディションを見ながらと思うんですけども、でも積極的にウクライナは1周目から行くと思いますよ。そのライダーが誰なのかというのが楽しみですね、はい、まあ、開幕ラウンドの茂木のレース2もそうだったんですが、です、ね、若手が、ね、イケイケどんどんできてほしいなと。いやいや、まあ、若手はイケイケで行かないとダメでしょう、ねね、そこで慎重になって石橋叩いていたら、はい、ね、メーカーの人も見てますからね、まあ、まあ、やはりベテラン勢は、ね、そのあたりはちょっと慎重に行くと思うんですけども、やはりルーキー勢若手は、ね、どんどん行くと思いますよ、はい、さあスタートから注目していただきたいと思います。さあライダーたちがスターティンググリッドに戻ってまいります。皆さんどうぞ大きな拍手、そしてアクションで迎えてあげてください。これから14周、ラップタイムはドライに比べれば十数秒遅いですけども、滑りやすい、転びやすい、本当に一瞬先は闇というですね、そういう状況の中、氷の上を走るようなですね、ツルツルの状態の中、ライダーたちは14周を戦い抜きます。さあ今ポールポジションの中須賀がスターティンググリッドにつきました。そして1列目渡辺、亀井、整列完了。そして2列目からは日浦大二郎、岡本勇気、若手がスタートしていきます。そしてウォームアップ我一番にですね走ってきました浜原総道が2列目6番手から、さあ一体ホールショットを奪っていくのは誰だ、そして序盤レースをリードしていくのは一体誰だ。2周減算、14周のレースになりました。今シーズンの4戦目、全日本ロードレース選手権2輪の最高峰クラス JSB 戦決勝レース2、さあスタートの準備は整った。レッドフラッグマンコースをライダーたちに明け渡していく。エキゾーストの音が高まってきた。 NGK スパークプラグ看板した。レッドシグナルからブラックアウト、今スタート。さあいいスタートを切ったのは、いいスタートを切ったのは渡辺和樹だ。一方岡本は大きく遅れた。岡本は大きく遅れました。まずホールショットは渡辺和樹、渡辺和樹がまずはホールショットを奪いました。岡本は大きく遅れましたね。スタートで全然加速しませんでした。相当後方に沈んでいるかと思います。さあ まずは渡辺和樹がトップ、そして2番手に亀井、3番手が中須賀、そして4番手になんと岩田が上がってきました。そして5番手がこの黄色のバイクは、これ明けのスピードじゃないですか。明けのスピード、これは誰だ、南本か。南本は16番手からのスタートなんですが、5番手6番手あたりに上がってきています。もう
ST1000 のマシンですね。いやすごい、南本がものすごいスタートダッシュを見せています。実は南本ウォームアップのね、セッションから非常にいいタイムをマークしていました。さあこれ43番ですよね。そうですね、南本ですね。南本がなんと6番手につけています。いやこれはちょっと驚きました。6番手じゃないです、5番手ですね。上がってますね。そして後ろにはライムグリーンのマシンがいますよ。これは柳川明じゃないでしょうか。柳川がなんと6番手です。やりますね、びっくり。50歳、そして体組成系の体内年齢は24歳というですね、柳川明、いきなり13番手からスタートダッシュを見せました。これちょっとあれですかね、5番手の岡本雄貴選手がちょっと出遅れたということもあって、いわゆる隊列右側のライダーたちがちょっと順位を落としたのかもしれませんよね。そういう可能性もありますよね。はい、さあ今中須賀を捉えていますが、渡辺和樹がトップのはずです。渡辺和樹がトップで今 NGK スパーククラブ西ストレート、ああもうこんなに差がついてるんだ。だからカメラさんが追えなかったんだ。2番手争いのこの3人を追っていました。和樹序盤から行ってますね。いやすごいですね、1周で1秒以上これ引き離してくるんじゃないでしょうか。さあ日立アステモ試験帰ってまいります。さあオープニングラップ、まだレースはさらに長い13周あります。まずはオープニングラップトップで戻ってくるのは初優勝に向けていくぞ。最終コーナーから立ち上がってくる、アクセルを上げてくる鈴木 GSX-R1000 乗ります。渡辺和樹がまずはオープニングラップを制しています。2番手に中須賀克幸、3番手亀井、そしてその後ろに岩田、ベテランの岩田が4番手につけています。この岩田も素晴らしいスタートを見せました。社内チーム同士の戦いということはありますか、この3番手争い。まあ岩田がいいですよね、レインでね。岩田悟は 1000cc の、ね、シリーズ参戦の経験は実は少ないんですけども、8単位ライダーという意味ではね、結構長いキャリアを誇りますよね、はい、そうですね、まあ、岩田選手ね、まあ、かなり昔から走ってるんで、この前ねベテランって言ったらね、はい、かなり昨日話したらショック、はい、ショックだったみたいで、実は経験はそんなにないんですね。ブライクが3年ぐらいあったんですか。そうですよね。さあただチーム ATJ、 このねオートテクニックジャパンという、まあ、本田系のね、いろんな施策なんかを行っている会社のですね、その社内チームなんですけども、まあ、いわゆるプロライダーを招聘して、ね、はい、このトップチームということになっているわけなんですが、その前にいる亀井雄大は昨日も何度も紹介しましたが、ここ鈴鹿が地元のですね本田県鈴鹿製作所、そうあなたの親戚ももしかしたら働いているかもしれませんというですね地元の人にとってはそういうね会社なんですけども、本田県鈴鹿製作所のいわゆる社内クラブチームのライダーなんですね。社内チーム同士バトルですね。バトルですね。まあ、こういうあの企業のまあ福利厚生も兼ねたですね、チームがですねこうやって、ね、いやでもすごいですよね、上位に来るのね。まあ、あの亀井選手は本田県鈴鹿製作所の社員ではあるんですけど、もともとはね若い頃からライダーをやっていた、ね、人ですからね、まあ、プロライダー上がりという感じになりますので、はい、まあ、実力はもうかなり、ね、そうですね、亀井選手ね早いですよね、今ね乗れてますよね、はい。さあビッグバトルというよりはちょっと隊列がばらけました。2周目、まあ、和樹の後ろに中須賀がちょっと迫ってきてますよね。近づいてきてますね、一気に迫ってきました。これ中須賀が相当ペースアップしています。さあ渡辺和樹もでもこれまたオープニングラップよりもセクタータイムで見ますとかなり早いタイムで来てますからね。さあこの2台のマッチレースということになるのか。一方で遅れてしまった岡本は現在10番手。いや開幕戦のレースとはちょっと違う状況になりました、うん、そうですね、まあ、この岡本のスタートの遅れはちょっと痛いですね、はい、これやっぱり挽回してくるのは相当大変ですか。そうですね、5秒差ありますからね、うん、結構大変だと思いますよ、はい。さあ2周目ゼッケン15番の渡辺和樹がトップ、そして中須賀が迫ってきた迫ってきた。1コーナー、これはもう序盤からミスを誘おうと逃がしてはいけないということなんでしょうか。中須賀の方がラップタイム早いですね。あ、そうですか。中澤は2分20秒350で周回しました。一方で渡辺和樹は2分20秒94に。昨日はドライコンディションのレースになりましたけども、北川さん、昨日はちょっと渡辺和樹が、まあ、ちょっとラップタイムペースが上がらずにですね、まあ、どっちかというとなんか抑え込んでいたような感じのレースになりましたね。なんかちょっとペースを抑えて様子見たらですね、はい、まあ、8秒5くらいまで落ちているのに中澤が、はい、抜きに来なかったんですね。あ、後ろについた状態で、まあ、ペースコントロールしたみたいなんですけども、それでも中須賀は前に出なかったんで、うん、でちょっと最後、ミスったのかなと思ったらちょっと前に出させたみたいですね。あ、そうなんですか、ヘアピンの西村ヘアピンの仕込みがそうだったんですね、
でもね、今度この、ね、レースはそうも言ってられないと思うんですよ ね、 そうですね、完全にこれガチ勝負になりますよ ね、 ガチですからね。ペースコントロールとかっていう世界じゃないですよ ね、 そうですね。やはりあのトップ走ってるんで、もうガンガン行ってもらわないと中須賀には勝てないですよね、うん。そして追いかける中須賀としてはやっぱりもうプレッシャーを与えていこうという感じなんですか。そうですね、まあ、やっぱり序盤で逃がしてしまうと追いつけないと思うんで、まあ、ペース上げていると思いますよ、うん。さあ2人の本当にこれ昨日もそうだったんですが、全力勝負ということになりますよね、はい。さあ今スプーンカーブへと入ってまいりました。鈴鹿サーキットで最も標高が高いポイント、スプーンカーブをクリアして、まもなく NGK スパークラブ西ストレートへと入ってまいります。さあここで最高速が出てくる。ドライコンディションでは310キロを超えてくるこの 西ストレートなんですが、さあ今最高速はどれぐらい出ているか。このウェットコンディションびっしゃびしゃの路面の中でなんと290キロ渡辺和樹が出ています。26番が転倒、これスプーンカーブのインサイド、星野智也のマシンが転倒しています。星野ライダーの、ライダーは薄くなっている。ただ意識はありますね、ちょっと痛そう。200あるんですよ、ね、バイクはもう飛んでったんですね、これね。さあそしてトップ争いがテールトゥーノーズになってきました。中須賀が早くも仕掛けてくるかどうなのか。スリップストリームに入った、このものすごいウォータースクリーンが上がる中で、中須賀はタイヤとタイヤが触れ合うばかりのところまで近づいていきます。強烈です。追いつきましたね。中須賀序盤で仕掛けてきますか、これ。いやなかなかそこはやっぱり様子見るんじゃないでしょうかね。やっぱりリスクを犯したくないですからね、はい。まあ、自分の方が明らかにペースが速い場合だったら、あっさり前に出ると思いますけども、そうではない場合だと、まあ、後ろで様子見るのではないですかね、はい。3周目のラップタイムペースは渡辺克樹が2分20秒264、そこから0.2秒ほど速いラップタイムで中須賀がこうやって追いつきました。和樹もいいペースで走ってますからね。ですよね、まあ、無理にはいかないと思いますよ、なるほど。さあ今デグナーカーブと入ってきますが、おっとちょっとデグナーカーブで若干差がついたか。デグナーの一つ目で中須賀若干慎重になりました。完全にテールトゥノーズロックオンという状態ではありません。まあ、昨日のレースではね、和樹がちょっとペース落としたりしてましたけども、今回それは多分しないと思うんですけどね。まあ、昨日失敗してるんでねなるほど、まあ、昨日はあれですよね、ドライコンディションの中でタイヤを持たせるためというとかあったんでしょうかね。そうですね、まあ、岡本はものすごいスタートの出遅れですね。で後ろから来ていたこれは黒木でしょうかね、尾形でしょうか、誰かとちょっと若干接触しそうになりましたね。黒木ですかね。まあ、今岡本7番手で、まあ、トップから9秒差ですからね、ちょっと最初より、トップから離れましたね、はい。今ちょっとなんか岡本選手リアがもうスライドしちゃってたんですよね、スピンしちゃったんですね。これはやっぱりちょっとまだ経験の、そうですね、やっぱりねウェットのレースでの、まあ、スタートがちょっとミスりましたよね、ただ岡本選手はスタートレース2もですね、それほどまあそんな超ロケットスタートではなかったところから、はい、結局トップ争いに来ましたからね、そうですよね、どうやって追い上げてくるかっていうのもちょっと楽しみにしたいと思いますが、今は7番手です。さあ今戻ってまいりました。トップ2の戦いは若干落ち着いて感じます。4周完了、残りは10周ということになります。和樹は18秒9まで上げましたね。ペースアップしてますね。ペースアップしてますね、はい。さあトップは渡辺和樹、2分18秒台でラップをしています。そして2番手がゼッケン1番の中須賀克幸、3番手がゼッケン6番の亀井雄大、そして4番手がゼッケン8番の岩田悟、5番手がゼッケン2番の浜原壮斗、そして6番手でまだポジション6番手でキープしています川崎の柳川明、そして柳川頑張ってますね。7番手に岡本裕樹、8番手に榎木戸育弘、そして9番手に南本総一郎、10番手に日浦大二郎、11番手に佐久本浩介、12番手に国峰拓磨、13番手に伊達裕太、そして14番手には尾形秀幸というオーダーです。そして15番手に関口太郎がつけてますね。残り10周ということになっています。和樹が積極的ですよね。どんどんペース上げてますね。まあ、中須賀がこれで、ね、ついていけるかどうか、引き離せるかどうかですよね。
まあ、ある意味渡辺和樹選手にとってみてもですね、はい、今シーズンまだ勝てていませんので、まあ、ある意味失うものは何もないというのは一緒ですか、これ。まあ、やはりあの渡辺和樹優勝今までないですからね。そうなんですよね。まあ、勝ちたいと思うんですよ、はい、どうしてもね。それで、まあ、ドライよりはレインの方が、チャンスはあるんじゃないかなと思っていると思うんですよね、はい、先ほどスタート前に北川さんも、取材されておっしゃってましたけども、いわゆるウェットへの対策といいますか、そうですね、セット、はい、出しをしてきた、ということなんですよね。そうですね。おーっと今スプーンカーブで若干リアが暴れた。やはりね、ウェットコンディションね、その水が溜まってるとことかでやはり滑ったりしますから、やっぱりリスクあるんですよ、ペースアップすればするほど当然リスクは高くなってきますよ ね。さあその今ちょっとリアが暴れたところでですね、NGK スパークプラグ西ストレートエンドで今 130R若干近づきました。そしてこれ日立アステモ試験への侵入でも若干リアが暴れます。ゼッケン15番の渡辺和樹、これタイヤの状態は大丈夫なんですか。まあまあ、2人とも同じタイヤ使ってるでしょうから、まあ、同じ条件だと思うんで大丈夫だと思いますよ。なるほど、はい、同じブリヂストンのレインタイヤを使っているということですよね。さあそして3番手の亀井は大きく引き離されています。亀井は今コントラインを通過、5周完了、6周目に入りました。残り周回は9周です。さあそして浜原、その後ろ岩田と柳川がバトルだ。柳川がインサイドに入っていく。柳川5番手を争っています。これはすごい、これはすごい、頑張ってますね柳川。開幕戦は怪我をしながらね、レースに出場していた柳川明、そこからまだ1ヶ月も経っていません、はい、確か指の怪我でしたよね。なんか足も怪我してたかな、はい、ね、その状態の中でなんとこの鈴鹿も苦しいんではないかなと思いきや、50歳、もう岩田に追いついてますね。追いついてますね。これはこれは前に出そうな感じはありますよね。勢いありますね、いや、やっぱりこういうトリッキーなシチュエーションになってくるとベテランの技っていうのが出てきますね。そうですね。柳川選手のウェット、はい、まあ、もう長年ライバルをやってきた北川さんとしてはよくご存知かと思うんですけども、いかがですか。柳川選手雨結構得意だったと思いますけどね。それがやっぱり年を重ねてもこうやって再現されていくとか、まあ、あの雨の方がね、はい、体力的な負担は少ないですからね。あ、ラップタイムも遅くなりますしね、うん、はい、だからそういった面ではウェットの方が、年齢的には優しいかもしれない。なるほど。体内年齢が24歳であっても実年齢は50歳ですから、そうですね、はい、そういう意味では、まあ、ちょっとありがたい状況ではウェットの方が、いいかもしれないですね。なるほど、はい。さあその柳川明が岩田悟に迫っていくというですねシーンが見られましたけども、この後順位の変動はあるでしょうか。そのすぐ後ろには岡本勇樹が来ていました。さあデグナーで1台転倒です。あー、尾形です。尾形がデグナーで転倒しているという情報が入ってきました。13番手を走行していました尾形。あー、ちょっとライダー大丈夫でしょうか。今デグナーの2つ目で立ち上がりですね。はい、これデグナーの2つ目の転倒と言いますと何が考えられますか。まあ、ハイサイドっぽいですよね。立ち上がりでハイサイドでの転倒なんじゃないかな。あの位置だと2つ目立ち上がったところでアクセルを上げて、ハイサイドで飛ばされているようなそんな感じじゃないですかね。なるほど、ライダーもちょっとうずくまっているという状態でした。渡辺和樹がここでファーストステップですね、はい、さあそして1コーナー岡本勇樹が柳川に仕掛けていく。岡本上がってきましたね。1つポジション上げていきます。柳川が先ほどは岩田に迫っていくというシーンが見られましたが、岡本が後ろから柳川オーバーテイクしました。セーフティーカーです。なんとここでセーフティーカー、渡辺和樹が気づいた1秒ほどの差はなくなります。いや、ここのセーフティーカーは厳しいな。香山監督ちょっと目が苦笑い。いやー、これちょっと厳しいですよ。これはせっかくいい感じで走ってたのにね、厄介なのが来ちゃったなというね、そんな感じの表情です、香山幸雄監督。あー、今尾形選手が担架で運ばれていますね。ちょっとやはりこれはあのオフィシャルのですね、救護所のオフィシャルの安全も考えてのセーフティーカーだと思われます。さあ周回数は現在7周目に入っています。セーフティーカーが導入されました。これリスタート、いやー、これリスタートリスク高いですからね。ですよね。まあ残り周回数も少なくなりますから、
超スプリントになりますよね。そうですよね。これ一気にトップグループの差が詰まるということになりますよね。ということは岡本もチャンスですね。あらら、来ちゃいましたね。チャンスありますよ。来ちゃいましたね。流れが来ちゃいましたね。来ましたね。なんと、まあ、今までのこの差がなくなります、ね、なくなりますからね、はい。まあ、当然これセーフティーカーが導入されまして、おそらくあのバイクの処理急号というのはあっという間に終わると思いますが、はい、隊列が整ってからね、あのリスタートということになっていきますので、もう3番手の亀井大きく離れているんですけども、すぐくっついてきますね。ですよね。まあ、岡本勇樹はトップから18秒差あるので、はい、そのギャップがなくなるわけですから。そういうことですよね。いやー、これはちょっと驚きです。セーフティーカーということになりました。まあ、この鈴鹿2&4レース結構ね、例年ドライコンディションですと割と転倒も多かったりしてね、セーフティーカー出やすいシチュエーションではあるんですが、まさかこのウェットでね、はい、セーフティーカーが出るというのはちょっと予想外でしたね。まあ、これでセーフティーカーが何周回るかですよね。そうですよね。まあ、残り周回数どんどん減っていきますからね、はい。今8周目に入りました。7周完了ということなので、ちょうどハーフ半分来ましたね。ハーフウェイになっています。さあ、またちょっとですね、順位が落ち着いたところでですね、順位整理をやっていきたいなというふうに思いますが、まあ、この今セーフティーカーの後ろでね、渡辺和樹選手なんかタイヤを冷やさないようにね、はい、ちょっと左右に振ってますよね、はい。まあ、やはりあのセーフティーカー明けのリスタートでのタイヤの冷えを抑えたいんですよね、はい。これあの皆さん決して煽り運転をしているわけではありませんのでまああのもうライダーとしてはもうちょっと早くセーフティーカーに走ってほしいという思いもあるのかもしれませんけども、それ以上にタイヤを温めたい、タイヤを冷やすとね、冷やさないようにしたいっていう。そうなんですよ、リスタート後が危ないんですよね、はい。まあ、セーフティーカーはおそらくこれあのオフィシャルからね、あのチーフのオフィシャルからあの指定された、ね、そのペースで走ってると思いますんで、まずはこれ隊列を整えないといけないですからね。あまりに早く走ってしまうと隊列が整わない可能性がありますので、まずは隊列を整えるという、まあまあね、そしてもうブレーキも、ね、加速してブレーキして、ね、加速してブレーキしてってね、タイヤを冷やさないようにしてますね、はい。これやっぱり渡辺和樹としては早い段階でセーフティカーが解除される可能性っていうのも睨んでるんですかね。まあ、もちろんそれに合わせて、まあ、ダッシュしたいですよね、はい。セーフティー明けでダッシュ決めたいと思いますからね。アドバンテージを築きたいじゃないですか、はい。そうですね。この鈴鹿 2&4 でセーフティーカー明けと言いますと、はい、苦い思い出があるのが中須賀克行です。 あれはドライコンディションではありましたけども、そうですね、セーフティーカー明けで中須賀転倒しましたもんね。あの年はそれで調子を崩してね、はい、高橋拓実に、ね、チャンピオンを奪われるというですね。であの中須賀選手はそのセーフティーカーが入るとすごい神経質になりますね。やっぱりそうですか、だからセーフティーカー明けの転倒をやってるんで、そこからちょっと慎重になると思うんで、そこを和樹がこう躊躇なく行くとアドバンテージ築けるかなと思うんですけどね、はい。なるほど。渡辺和樹としてはもうビッグチャンスが逆に来たというふうに思ってるんですかね、これはね。そう思ってる方があの彼にとってはいいと思うんですけどね。北川さんは現役当時はそういうふうに思えるタイプでしたか。まあ、いいようにね、プラスにあの思った方がいいですからね、やはりレースはね。北川さんはあんまりマイナス思考なことを考えませんもんね。マイナス思考にならないようにしてますね。してるんです、ね、してます、してるんです、ね、常にプラス思考になるように考えてますね、はい。いや、もう本当に渡辺和樹はもう本当に小刻みにですね、このブレーキを当てながらですね、タイヤに熱を入れたり、そしてブレーキを温めるという行為をやっています。さあ、まだセーフティーカーはですね、解除になりません。でもまあ処理は終わってますから、次のラップあたりで解除になる可能性というのは考えられますよね。ということはこの週もう一周ですかね。もう一周、はい、もうこれはもう絶対もう一周回りますね、はい。今日立アステモ試験へと戻ってまいりました。さあ、それではですね、順位をですね、ここでちょっと整理をしておきたいと思います。現在トップがゼッケン15番の渡辺和樹、吉村鈴木、ライドウィンです。そして2番手にはゼッケン1番ヤマファクトリーレーシングチームの中須賀克行、そして3番手にゼッケン6番、もう本当に差がなくなりました、ホンダ鈴鹿レーシングチームの亀井雄大、そして4番手にはゼッケン2番の浜原総道、そして5番手にはゼッケン8番の岩田悟、そして6番手がゼッケン29番の岡本勇樹、ここまで上がってきました。そして7番手が
ゼッケン9番の柳川明、そして8番手がゼッケン28番の榎戸育弘、そして9番手がゼッケン10番日浦大二郎、10番手がゼッケン27番の佐久本光介、11番手がゼッケン43番の南本総一郎、12番手はゼッケン3番の国峰拓馬、13番手ゼッケン37番の伊達裕太、14番手ゼッケン11関口太郎、15番手ゼッケン17番黒木玲徳、16番手ゼッケン18大久保光、17番手ゼッケン38柴田義政、18番手ゼッケン16番の中富真一、19番手ゼッケン25番の田尻優斗、20番手ゼッケン7番の出口治、21番手ゼッケン47番の中村修一郎、22番手ゼッケン33番の杉山優希、23番手ゼッケン68番松崎勝也、24番手ゼッケン31番武田雄一、25番手ゼッケン12番小玉優太、26番手はゼッケン56番の阿部舞希、27番手ゼッケン39寺本浩二、28番手ゼッケン55片平良介、29番手ゼッケン35八代玄也、30番手ゼッケン60吉田光弘、31番手ゼッケン30樋口浩太、32番手ゼッケン49中島元気、33番手ゼッケン45鈴木隆、34番手ゼッケン53宮越武、35番手がゼッケン46番武田和馬、36番手ゼッケン65加藤貴文、37番手ゼッケン41森健介、38番手ゼッケン34豊田博、39番手ゼッケン23の江口健、そして40番手桜山茂則、41番手津田和馬、あれ津田和馬はどうしちゃったんでしょうね、最後尾についています、そして尾形が転倒を喫してしまいました。そしてスタート直後にね、山中選手ですかね、入ってきたライダーもいましたね。はい、今は41台がこのセーフティーカーの先導のもと決まった速度での走行しているという状況になります。次の週セーフティーカー入りますか。はい、さあセーフティーカーの回転灯が今消えました。スプーンカーブ消えましたので、この後リスタートになります。さあこれがこの後ちょっとドキドキですね。はい、後ろには亀井、そして浜原、さらには岩田もいますし、6番手には前回優勝争いをしました岡本勇希もいる状況。何が起こっても不思議ではありません。まあ、ペースがね遅いじゃないですか、セーフティーカーの、はい、この後ねどれぐらいペース上げるのかっていうのが難しいと思うんですよ、ライダーにとっては。ライダーにとってはね非常に難しいコンディションだと思いますね、はい。まあ、和樹なんかはちょっとペース落としてますね。先頭だから先頭抜けないですからね、はい、そうですよね。中須がチラチラ見ながらですね、この渡辺、さあ 130R クリアしたところでアクセルを上げてくる。さあリスタート、大きくリードを築けるか渡辺和樹、そして追いかける中須賀克幸、いよいよリスタートの瞬間がやってまいります。あーっと浜原が行き過ぎてしまって前に出てしまった。浜原が前に出てしまった。うまくペースコントロールをした渡辺和樹。さあ最終コーナーから立ち上がってきて、さあこの滑りやすい路面の中アクセルを勇気を振り絞って上げてくる。さあみんな大きな拍手でこのリスタート送り出しましょう。さあ9周完了、10周目残りは5周のこのウェットスプリントレース、中須賀がついてくる、中須賀がついてくる、中須賀がインを伺う、インを伺う。しかしここは順位変わらず、3番手が亀井、4番手浜原、5番手岩田変わらず、そしてやっぱり転倒するライダーがいる。最終コーナーリスタート直後に転倒したライダーがいました。平プロモートレーシングのライダーでしたね。このリスタートの1周目はねリスク高いですからね、はい。さあ38番の柴田が転倒しました。そしてダンロップコーナーで並びかけていこうとします長須賀、そして後ろには亀井もついてくる、亀井もついてきます。さあトップ争いは3台だ。ああ亀井のリアが暴れた。さあそしてトップ争いどうだ、トップ争いはデグナーカーブ、今ゼッケン15番の渡辺和樹がトップをキープしていますが、中須賀もいつでもいけるという状況でしょうか。どうなんでしょうね。まあ本当残り周回数少ないですからね。そうですよね、残りは5周です。さあどこで中須賀は仕掛けてくることになるんでしょうか。渡辺和樹も当然一気にガバッとアクセルを上げてきましたけども、でも本当超スプリントですからね。そうですよね。さあ全力の勝負です。亀井にもチャンスが出てきました。亀井は今シーズン4位が3レース続いてますから、今3位表彰台に上がるチャンス、地元で上がるチャンスになっています。そして今スプーンカーブへと入ります。中須賀、そして渡辺和樹。渡辺はでもあれですか、これだいぶ慎重な走りになってませんか。どうなんで
ですよね、まあ、行けるだけ行ってるとは思うんですけどね、まあうん、リスクは犯したくないですからね、うん、イエローですね、はい、あーっと130R イエローです。 130R ダブルイエロー出てますね。これ 130R でも転倒してたんですかね。あ 130R で1台転倒しています。さあということはこれ 130R でオーバーテイクできない。そして最終コーナーでもさっき転倒がありましたけども、最終コーナーのイエローは解除されています。日立アステモ試験に帰ってきました。残りは4周です。残り4周、さあ北川さん、ね、これどんな展開になっていくと考えますか。うん、そうですね、まあこの1周回ったんでここでコンディションはもう中須賀選手も掴んでると思うので、はい、さあその中須賀が仕掛けてくるか、ね、中須賀が仕掛けてくるか、中須賀がインサイドに来る、インサイドに来る、サイドバイサイド、サイドバイサイドで中須賀前に出た。残り4周、中須賀がトップに出ました。いやー、渡辺和樹をアグレッシブに並びかけて奥まで突っ込んでいって前に出ました。行きますね中須賀。さあ中須賀トップに浮上。このまま逃げに体勢に入っていくのか、それとも渡辺和樹応戦するのか。2人のビッグバトル。そして亀井雄大はそのすぐ後ろに続いていますか。いや離されてますね。やはりこの2人が次元が違います。さあそして岡本が5番手に上がってきたという情報です。ただ岡本はトップからは5秒ほど差が開いています。5秒ほど差が開いています。さあ残り周回が4周というタイミングなんですけども、トップが入れ替わりました。北川さん、はい、まあ中須賀選手来ましたね。でもね、まあリスタートの後1周は確実に見てたと思うんですけど、ね、はい、そこからペースアップしてますもんね、うん、まあ、コンディション掴んでいけるって思っていくんでしょうね、はい、やはり超スプリントですからね。いや中須賀守りに全く入りませんでした ね、 入らなかったですね。ね、やっぱりチャンピオンシップを考えれば、もうすでに3勝してますから、はい、ここ一つ2位になったとしても、うん、別にね、チャンピオンシップとしてはね、シリーズランキングのポイントはかなり相当リードはありますので、ね、そうですね、まあ、やはり中須賀選手は勝ちにこだわりますよね。やっぱりそういうことなんですね。そうですね、はい、さあ昨年は、まあ、決勝レースが行われたレースでは、前戦全勝を飾りました中須賀です。さあ何かありました。あストレートでストレートで転倒してますね。ストレートで1台転倒したの、あこれはあれですね、セーフティーカーランの時ですね。セーフティーカーランの時の映像を今ちょっと北川さんの監視モニターでちょっと見てしまったという感じですね。はい、セーフティーカーランの時にどうやら1台転倒していただいたみたいです。それが、ね、はい、さあ、今最終コーナーから立ち上がってきまして、残り周回は3周です。さあ渡辺和樹追いつけるのかどうなのか。あ中須賀がここでファーストテスト2分18秒347。ウエットでもやっぱり次元が違うのか中須賀のこの走り。そしてヤマハ YZF R1 のファクトリーマシーン、ここで渡辺和樹がねプッシュできるかですよね。渡辺和樹は今2分18秒台には入っていますけども、中須賀とは 0.5 秒の差がついてしまいました。まあ、これはセクター1で抜かれたっていうのもあったりするとは思いますが、さあただでも追いついてきましたね。来ましたね。来てますよ。おおおおお、またもや追いついてきた。来た来た。昨日のドライコンディションと同じ展開だ。来ましたね。渡辺和樹にまだ力は残っている。さあ鈴木ファン、吉村ファン、ここは応援のしどころですよ。次自分の前に戻ってきたら思いっきり旗振ってください。渡辺和樹はきっとその応援に応えます。初優勝に向けて。さあ一気にテールトゥーノーズになってきた。 110R から日清ブレーキヘアピン。いや離されてませんよ全然ね。負けてませんね。さあそしてゼッケン6番の亀井がスロー走行しているという情報が入ってきています。ああ確かにだいぶ映りませんね。ああそしてその後ろは浜原と岡本勇気のバトルになっています。さあ岡本勇気は浜原のすぐ後ろまでテールトゥーノーズで近づいていました。さあゼッケン6番の亀井雄大はレーシングスピードに戻ったというオフィシャルからの情報が入ってきています。さあトップ争いに注目しましょう。スプーンカーブを立ち上がってきて NGK スパークプラグ西ストレートで完全にテールトゥーノーズロックオン体制だ。トップ争い、さあテールトゥーノーズ、テールトゥーノーズぴったりつく。ものすごいモータースクリーンが上がってくる。ヤマハ VS 鈴木のこの戦い 130R どちらも引きません。
そして間もなくやってくる日立アステモ試験員、中須賀のリアが暴れた。日立アステモ試験員のブレーキング勝負、さすがにここはちょっとリスクが高すぎるかどうか。しかし渡辺和樹、小さめのライン電話、日立アステモ試験員を戻ってまいります。いやー、これは手に汗握ります。さあ残り周回が戻ってきてわずか2周だ。残り2周の戦い、さあこっからどうでしょうね。渡辺和樹いけるかな。リアが暴れます。リアをスライドさせながら1コーナーへと入っていきます。テールトゥーノーズは続いている、テールトゥーノーズは続いている。そして岡本勇気がなんと3位に上がってきました。スタートでは出遅れましたけども、岡本勇気浜原騒動をオーバーテイクして3番手に上がってきています。さあこれでトップは中須賀、そして2番手渡辺和樹、3番手岡本勇気、4番手浜原騒動、そしてなんと5位に榎木戸育弘来ましたね。来ましたね、まあ、彼 ST 戦の仕様で走ってますからね。はい、そして6番手に岩田悟、そして7番手には柳川、そして8番手には日浦、そして9番手には佐久本、そして10番手には、10番手には南本と変わっています。亀井は少し遅れてしまいまして11番手です。さあそして岡本勇気がセクター1でここで区間最速をマークしてきた。出遅れていなければこのトップ争いに勝って取られた可能性があります。本当ね、スタートの、ね、出遅れが痛いですよね。はい、さあそしてこのトップ争いは一体どちらが勝つことになるんでしょうか。中須賀 VS 渡辺和樹、まだテールトゥーノーズは続いております。とんでもない戦いになりそうですね、今シーズンこの2人。いやー面白いですね。このファイナルラップに向けてどこかで、亀井のマシンが力なく止まりそうだ。トラブルですね、やはりトラブルが起こっていた。そして通過で行った行った行った、渡辺和樹がいた。クロスラインでクロスラインで前傾1番、中須賀が地域がインサイドに入ってくる。中須賀はトップを奪い返す。立ち上がりはどうだ。NGK スパークラグ西ストレート並んでいる、並んでいる、2人が並んでいる、並走している状態だ。どっちも引かない。インサイドに渡辺和樹、 130R で渡辺和樹が入っていく、入っていく、入っていく。渡辺和樹トップ浮上か。いやーまだわからない。日立アステモ試験員どうだ、どうだ、どうだ。インサイドに中須賀が入る。中須賀がトップ浮上。なんだこのバトル、とんでもないバトルしてますね。凄まじい全力の勝負です。さあファイナルラップ来るぞ。やばいバトルになっています。さあ渡辺和樹1コーナー来る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 。さあしかし中須賀ここ譲りません。ちょっと奥まで中須賀ブレーキング我慢しましたかね。さあどうでしょうか、中須賀 VS 渡辺のバトルはまだテールトゥノーズが続くファイナルラップ。いやーこれはとんでもない、どこで仕掛けてくるか全く予想つかない、そんな2人の戦いです。全力の勝負のファイナルラップ、今画面のワイプでは香山幸雄監督のですね姿が映っていますが、相当心配そうな顔つき。いやーでも中須が抜かれてもすぐ抜き返しますからね。さすがですよね。余裕があるって感じですか。いや余裕ってことはないと思うんですけども、はい、前に出さないっていう意志がね強いですよね。なるほど。さあ渡辺和樹は一体ラストチャンスはあとワンチャンスぐらいしかないかもしれませんが、どこで仕掛けてくることになるのか。先ほどはスプーンカーブで仕掛けていきました。さあそのスプーンカーブでまた仕掛けてくるのか。いやここで来るか、日清ブレーキヘアピンかどうか。日清ブレーキヘアピンか。いやここは無理でした。テールトゥノーズのままレースは残りあと 0.5 周、半周しかありません。 200R 試験今立ち上がってまいります。アクセルを上げてくる中須賀、そして追いかける渡辺和樹。スプーンカーブでの勝負仕掛ける距離ではないのかどうなのか。あーリアが暴れる、リアが暴れる。渡辺和樹スプーンカーブではちょっと間隔が空いてしまった。しかし接近してくる、接近してくる。スプーンカーブ、スプーンカーブで近づいた、近づいた。バックストレート、 NGK スパークプラグ西ストレートで、さあ必死になって暴れるバイクを抑える。テールトゥーノーズ、テールトゥーノーズのまま今ストレート立ち上がってくるが追いつけないかどうか。中須賀がトップ、2番手渡辺和樹。その勝負はいよいよ日立アステモ試験員の勝負ということになりそうです。さあどちらが前で来るか、どちらが前で来るか。2人の渾身のブレーキング勝負来た。日立アステモ試験員横並び、そして中須賀がトップで最終コーナー立ち上がってくる。全日本 JSB 戦名勝負になりました。中須賀克行見事優勝。これはすごいバトル。
中洲がやっぱり大したもんですね。渡辺悔しい。悔しいですねこれはね。渡辺和樹悔しい。本当にその気持ちが伝わってきます。そして3番手に岡本勇希、そして4番手はなんと榎木戸です。榎木戸4番手ですね。榎木戸4番手すごい。そして5番手に浜原騒動、6番手に佐久本、7番手に岩田、8番手に日村、そして9番手に柳川、10番手に南本というトップ10オーダーとなりました。いやー素晴らしいバトルでした。いや北川さん、はい、レース2に続いてこの間の、そうですね、また今回は本当にすごいすごいバトルでしたね。前回も本当に実況解説しながらね、そうですね、本当もう今回のバトルは激しかったですね、北川さんもですね、RS 太一のジャケットを脱ぎましたね、さすがにね、はい、いや僕も本当ジャケット脱ぎたいぐらいです、本当にすごい手に汗握るというか、体全身でその暑さを感じるバトルでした、本当素晴らしい。いやこれはもう本当ね、皆さん今日一番の大きな拍手をね、特にトップ2のライダーに送ってあげてください。久しぶりのこの鈴鹿での超真剣勝負の戦いでした。いや本当最後の最後まで駆け引きとか云々関係なしでしたもんね。そうですよね、まあでもあの中須賀選手をね、絶対に前に出さないという意思がね、はい、現れてますよね、はい、そしてあの日立アステモ試験員でのトップ浮上の瞬間、はい、あれはちょっともう一回リプレイで見たいな。もうあの最終ラップのね、本当試験のブレーキング、もう本当ギリギリまで我慢してましたもんね、渾身のブレーキング勝負でしたね、いやすごいライダーってマジすごい。さあこれ今リプレイでご覧いただいているのは渡辺和樹がスプーンで仕掛けた瞬間です。スプーンでここで不意をつくかのようにアクセルを上げて仕掛けていきましたけども、中須が冷静にクロスラインでインサイドを取る。そして再び NGK スパークプラグ西ストレートで並んで立ち上がっていくというシーン、両者の体が触れ合いそうな一触即発の状態で 130R に飛び込んで、このブレーキングで横並び、たまらんなというバトルですね、見ている方としては。いやもう本当手に汗握りましたよ ね、はいねはい、そしてこの日立アステモ試験員でインに入ってくる中須がねじ込みましたもんね、本当ね。いやこういうバトルをファンはみんな見たいんです。さあ皆さんどうぞ、素晴らしいバトルをしたライダーたちに大きな拍手を送ってあげてください。感動しました、私もこれが見たかった、鈴鹿のファンこれを待っていました。このビッグバトルを制したのはヤマーファクトリーレーシングチームのチャンピオン、さあゼッケン1番ヤマハファクトリーのですね、そのヤマハのレーシングブルーの旗が今画面にも映っていました。これは中須賀にとってもとてつもなく嬉しい優勝ということになるでしょう。さあそれではもう本当にね、みんなとのそのクルーとのですね、喜びの儀式が止まりませんね。これそして吉村の旗が今見えました。吉村の旗、北川さん、はい、渡辺和樹素晴らしいファイトでした。いいファイトしましたね、いや勝てるんじゃないかな、どうかなと思ったんですけども、やっぱりね、なかなか中須が選手強かったですね、はい、まあ、レース運びがやっぱ本当レースに強いっていうのをね、まざまざと見せつけられたようなそんな感じですけども、はい、さあ渡辺和樹はまだ帰ってこないですかね、3位のところまだいない感じですか。あ、今帰ってきたかな、ちょっと画面で捉えられておりませんが、あ、渡辺和樹今帰ってきましたね。中須賀とさっきちょっと抱き合ってた感じですかね、はい、ちょっと今画面には映っていませんでしたが、いやー渡辺和樹にとってみれば本当に悔しい、
やーね、本当勝ちたい、あのかもう渡辺和樹 の、 あの勝とうという意思が本当ね、ひしひしと伝わってきたレースでしたよね、はい、どうでしたか、ヤマハファンの人は嬉しかったと思いますけども、鈴木ファンの皆さん、吉村ファンの皆さん、渡辺和樹ファンの皆さん、いいレースしたんじゃないですか、彼は。いやー、最高のレースです ね、まあね、勝負はね、中洲が勝ちましたけど、まあ、ナイスファイトですよ。そうですよね、はい、ぜひこれからの彼のですね、レースに大いに期待をしてください。そして加賀山幸雄監督が率いるこの吉村鈴木ライドウィン、このチームのですね、今後の初優勝に向けての道のり、ぜひシーズンを通じてですね、追いかけていただきたいと思います。さあ、それでは、皆さんにご紹介したいと思います。改めてご紹介しましょう。見事優勝はゼッケン1番中須川克幸選手、どうぞ大きな拍手。そして第2位、素晴らしいファイトでした、ゼッケン15番渡辺和樹選手。そして第3位、なんとドライでもウェットでも表彰台、鈴鹿で上がりましたゼッケン29岡本優輝選手、おめでとうございます。この後表彰式が行われていきます。